私の名前は吉野、27歳の派遣社員です。私は短期メインの派遣会社に登録していて、あちこちの会社を渡り歩き、大好きな美味しいものを探す日々。社員食堂や近所の美味しい飲食店、夢いっぱいです。今働いているのはコールセンター。大規模なセンターということもあり、複数の派遣会社が入っています。派遣はみんな同じ待遇でも、私とは違う会社から来ているタカ子さんという39歳のママさんが、なぜか超絶偉そうで困惑中です。ちょっと吉野さん、なんで逃げるのよ。私の顔見た瞬間にダッシュしたでしょ。せっかくの休日、コストコを楽しもうと思っていたのに残念。タカ子さんもお買い物ですか。残念ってどういう意味なの。せっかく吉野さんが来ると思って先回りしてあげてたのに。してあげてた。だって吉野さんだって日頃の恩を返したいでしょ。吉野さんが派遣で入ってきてから私世話してあげたよね。人間だったら恩返ししたいと思うのが当たり前でしょ。いきなり私のデスクの前に来て、トイレはここを出て右手側よと言われた覚えしかない。これでどう恩返しをしろと。それにね、吉野さんって新人でしょ。私が近くにいることで勉強になってるわけよ。ただで勉強させてもらえているんだからさ。コストコを3万くらいおごってよね。10万とは言わないから。派遣のあんたに仕事教えてやってんだよ。当然だよね。じゃあ600万くらいおごってください。え？私が近くにいることでタカ子さんの勉強になってるはず。つまり600万くらいおごってもらえる。肉まん、ブラックサンダー、納豆、ああでもコストコですよね。大好きなお肉でしょ。ふかふかのパン、サーモン食べたい。てか派遣のあんたにって、タカ子さんも派遣。え、吉野さん何言ってんの、意味わかんないんだけど。この3日間の売り上げです。私が獲得した契約金額、タカ子さんの200倍。それはたまたま契約取れなかっただけで、吉野さんが知らないだけでしょうが。タカ子さんは1ヶ月前から契約取れてない。なあ、もううるさいわね、ごちゃごちゃと。私はね、あんたの先輩なの、わかる。先輩。アイレピートアフターミー、せんぱい、うるさい。なんですって。それどう読むんですか。なーん、うえい、そのままでしょうが。ああもう本当に怒った。せっかくおごらせてあげようと思ったのに。やっぱりタカ子さんは日本語を勉強すべき。近くでお客様との話を聞いているけど、どう考えてもおかしいです。てか、おごらせてあげるって何語ですか。ゴリラ語か。私のどこがゴリラなのよ。すみません、確かにゴリラに失礼でした。くにゅどうせあんたの時代なんかすぐに終わるんだから、明日からは私の方が契約取ってるわよ、このブス。今さら自己紹介ですか。キー休日、友人とコストコに行ったらニヤリーな顔のタカ子さんに遭遇。嫌な予感がしたので、私はすぐに逃げました。どうも私におごらせようとしていたみたいです。そもそも全然仕事ができていないのに、なんでこんなに偉そうなのか疑問。とりあえず派遣元と派遣先両方に相談。しばらくは様子を見ることになりました。でもちょっとだけいたずらすることになったそうです。ちょっと吉野さん、どこ行ったの。せっかくの夜勤なので夜しか空いていないお店にゴーです。焼き鳥屋さんで美味しい焼き鳥とたらこバター焼きおにぎりを買います。あ、もうこの香りたまらない、最高すぎる。ああもう本当に使えない、社員さんたちがいないのよ。私のパソコンなんかおかしいんだけど。だから何ですか。あんたが直しなさいよ、この間おごらなかったんだし。というかタカ子さん今どこにいるんですか。ああデスクの前だけど。何やってるんですか。中にはスマホの持ち込み禁止、これコールセンターの鉄則。そんなものどうだっていいでしょ。別に情報の持ち出しとかするわけじゃないんだし。てか社員たちもいないし別にいいでしょ。いやわお、一体何なんですか。私のパソコンがなんか勝手に動き出して。何これ。どこか変なところでも触ったのでは。何も触ってないわよ。なんか画面が砂嵐みたいになってて。
それ呪われてるんじゃないですかね。呪い？そういえばちょっと聞いたことがあります。そこのコールセンターって昔から出るって噂なんですよね。何それ、聞いたことないわよ。それが見たって人が複数人いて。あれ、何よ。そういえば私が聞いた話だと。もったいぶらないでよ。皆さん、夜勤の時に亡くなってるんですよね。パソコンの画面が砂嵐のようになって、その後画面から黒い髪に白い肌の女性が。なーんちゃって。あれ、タカ子さん、タカ子さん。画面から白い肌の女性が出てきて、焼き鳥をたくさん出してくれたらいいですね、なーんて。その後、タカ子さんからのお返事はなし。オフィスに戻るとデスク周りはぐちゃぐちゃ。どうも恐怖のあまり逃げ出してしまったみたいです。ちなみにこれ呪いでも何でもない、ただ社員さんがそのパソコンを遠隔操作していただけ。あまりいいことではないけど、ちょっとしたいたずら心だったみたい。社員さんもタカ子さんの言動にイライラしていたんでしょうね。でもそのおかげでタカ子さんの悪行が明らかになりました。とりあえずそんなことよりも焼き鳥早く食べたいです。食べたい食べたい。焼き鳥屋さんのおにぎりが大好きなのって私だけですか？スープもいただきました。ほっこり幸せな味らしいです。楽しみ。タカ子さん、どこに行ったんですか？休憩時間はもう終わり、みんなタカ子さんを探してる。そんな呪われてる会社もう絶対に戻らないから。ジョークですよジョーク。でも実際に画面がおかしくなったじゃない。それは社員さんが操作したからです。そんなことよりタカ子さん、逃げるときロッカーからいろいろと持ち出していましたよね。え？この間他の派遣さんが探していた限定の口紅、いつの間にかなくなっていた給湯室のコーヒーとお菓子、多機能でちょっとお高めのボールペン、社員さんお気に入りの小さな膝掛け、そして私のブラックサンダー。これはどういうことですか？どういうこと？あんた見てたの？ここのロッカールームって監視カメラがありますよね。で、その映像入り口あたりで見れるじゃないですか。いや違うの、これはほらなんというか、泥棒、泥棒ですよ。待って。私が会社に戻ろうとすると、監視カメラの映像にタカ子さんが盗んだものをぎゅうぎゅうに詰め込もうとしているところ、バッチリです。そして監視カメラが見れる場所は社内の入り口付近、つまりタカ子さんはまだ会社からは出ていない。これは名推理です。でもお腹が空いて動けないので、私は焼き鳥とおにぎりを食べることに。社員さんたちがあとは任せてゆっくり食べておいでと言ってくださったので、お言葉に甘えることにしました。うんま、このたらこバター焼きおにぎりは表面がカリッカリ、そして口の中に入れるとたらことバターの風味がふんわりです。あ、美味しい、本当に美味しい。うん、もう50個くらい食べたいです。え、タカ子さん、もう大騒ぎになりましたよ。いや、お願いお願い、私後がないの。派遣会社から契約を解除するって言われたの。当たり前でしょ、派遣先でトラブルになることもあるけど、タカ子さん泥棒ですからね。だってずるいじゃないの、私は派遣で大変なのに、若くて子供だっていない子がのんびり派遣したり、若いくせに正社員なんておかしい。2行だけで矛盾してるのすんごい。でも泥棒は泥棒、結局は泥棒。私はお金がないのよ。それと泥棒とは関係ない。あるに決まってるでしょ。タカ子さんはよくコンビニのお弁当を買ってた、そこにカップラーメンとスイーツまでプラスされてる時もある。そんなお金の使い方をしてる人に言われたくない。ちなみに私も毎日のようにコンビニに行き、新商品をチェックしちゃう。ついでに最近はコンビニにもお勤め品があったりして最高。何よ、独身のくせに好きにお金使いやがって。そんなこと言うとお化け出ますよ、もったいないお化けが。お化け？そうです、あの幽霊騒ぎはパソコンの遠隔操作だったけど。でも吉野さんの嘘だったんでしょ？それはそうなんですけど、あのビルって結構繁華街に近いじゃないですか。そういうところって出ると思いますよ、ドロロロロンと。それにタカ子さん恨まれてますからね。恨まれてる？
そりゃそうですよ。みんなの大切なものを盗んだんですから。それに私のように新しい派遣をターゲットにして、おごらせたり食べてるお菓子を奪ったりしていた。だって私は先輩だし。たった3ヶ月前に入っただけで何が先輩なのか意味不明。先輩だって騒ぐ前にしっかり仕事をやるべき。何より私も高子さんを恨んでますよ。それはそれは生き量を飛ばしそうなくらいに。なんで？私の大切なブラックサンダー、なくしたと思って探していた。大切な大切なブラックサンダー、ファミリーパック。それをそのまま持っていったんですよ。絶対に許さない。化けて出てやりますよ。ひひひひ。いやあ、ごめんなさい、ごめんなさい。その後、高子さんの泥棒騒ぎは当然だけど大問題に。派遣会社ごと契約が切られることになり、高子さんはますます他の人から恨まれるように。その影響なのか、外に出るのが怖くなったそうで、結局お子さんの親権も取らずに離婚して地元に逃亡。実家に戻ったけど夜一人でトイレに行けない状態みたい。警察も呼んだし、慰謝料も元旦那さんから払ってもらったけど、高子さん自身はノイローゼで引きこもり状態になっています。でも引きこもっていてほしい。お菓子泥棒本当に嫌です。さて、今日もコールセンターでお仕事。正直高子さんがいなくなったことですっきり。合間合間に皆さんでお菓子食べるのが最高。コールセンターって飴くれる人がたくさんいるので、ポーチがパンパン。私もいっぱいお返しします。はい、どうもよろしくお願いします。いやー、世間はもう冬真っ只中で寒いですよね。え、何急に。お笑いアマチュアの入り方してきてるけど。あ、バレた？えへへ。さすがカンナさん。いやー、昨日 M1 見てたらなんか影響受けちゃってさ。芸人でもないクミさんが影響を受けたところで何の身にもならないでしょう。いやー、そんなのわかんないよ。私もエントリーしたら。いや、ないないないから落ち着いて。アマチュアの人でも場数踏んで頑張ってる人が多いし、専業主婦のクミさんが出たとて。あ、そうだ、カンナさん、私とコンビ組もうよ。カンナさんがツッコミで私がボケで。絶対に嫌だね。お笑いをなめるなよ。ブー。クミさんは私が仮にネタを作ったとしても感謝の言葉も言わずに当たり前の顔をしてそうだし。てか何、コンビ組みたい LINE ならもう終わっていい？あー、違う違う、ちゃんと用事があるの。ならそれを先に言えや。来週の火曜日なんだけど、他のママも誘って新しくできた焼肉店に行きたいと思っててね。ああ、そうなんだ。そこのお店ランチもやっててすっごく美味しそうなの。早川さんとか高橋さんとかにも行ったら行きたいって大はしゃぎしてさ。またそのメンツ。え、またってどういうこと？クミさんがランチや旅行に誘う時っていっつも早川さんと高橋さんだから。だって私と早川さんと高橋さんはマブダチだもん。マブダチって久しぶりに聞いたわ。あ、そうだ、早川さんと高橋さんとトリオで来年の M1 エントリーしようかな。はい、勝手にしてください。あー、そういえば来月行く静岡の日帰り旅行も早川さんと高橋さんがいるよね。そうだよ。あー、もう来月か、楽しみだね、カンナさん。クミさんに無理やり誘われて仕方なく行くだけだけど。だってカンナさんがいた方が楽しいんだもん。あ、そうだ、その旅行までに3人でネタ考えてカンナさんに披露するから見てね。はぁ、絶対嫌なんだけど。共感性羞恥心だわ。いいじゃん。あ、てか来週の火曜のランチの件なんだけどさ、ごめん、私パス。なんで？カンナさんどうせ平日暇でしょ。いや、ちょっとその日から平日は忙しくなるんだよ。来週の旅行は日曜でいいんだよね。なんだ、そうなんだ。そのランチも土日のどっちかだったらいけるけど。いや、今回のランチはなんとなく火曜に行きたいからカンナさんはいいや。なんかその言い方ちょっと腹立つけど、まあ早川さんと高橋さんの3人で楽しんできて。わかったよ、じゃあまた行こうね。はいはい。私はツッコミ担当のカンナ、36歳の主婦で会社員の旦那と小学生の娘の3人暮らし。
M1 に影響されたクミさんは意味不明なことを言いながら私をランチへ誘ってきたのですが、私は実はその日から平日が忙しくなり断ることに。そして火曜日当日、クミさんから連絡が来て、カンナさん、ちょっと聞いたよ。ああ、クミさん、そうそう、あのことでしょ。クミさんの旦那さんが働いている会社に私がパートで入ってきたってこと。そうだよ、もうびっくり。カンナさん、パートなんて始めたんだ。まあね、なんかずっと専業主婦でいるのもつまらないっていうか、もう一度社会に出て仕事経験しておきたいと思ってさ。なるほどね。でもパートなんてするってことは、カンナさん、よっぽど大変なんだね。大変ってどういうこと？だって生活が大変だからパートしてるんでしょ？どうしたの？何があったの？ああ、もしかして旦那さん、リストラでもされた？いや、私の LINE の内容ちゃんと読んだ？金どうこうじゃなくて、もう一度社会に出たいから。よくやるな、パートなんて。は？っていうかびっくりだわ。まさかうちの旦那がいる会社なんて。ああ、そうそう。私も驚いちゃった。うちの旦那が今日帰ってきた時に言ってたよ。焦っていろんな人に聞きまくってたって。いや、そりゃそうでしょ。だって今日が初日だよ。なんかその言われ方嫌だな。まあ、うちの旦那は会社でも営業成績トップで、見た目もかっこいいし完璧だからさ。そんなこと言われても仕方ないでしょ。全然意味わかんないけどさ。まあでも確かに今思えばコミュニケーション力高いし営業成績トップなのはわかるわ。でしょ。ま、カンナさんもうちの旦那を見習ってせいぜい頑張ってね。どの立場で言ってんの。まあいいや。で、今日の焼肉は美味しかったの？うん、すっごく美味しかった。お店の中も豪勢な作りで、お肉も最高級。セレブ専業主婦な私たちにはぴったりだったわ。ああ、そうなんだ。よかったね。セレブ専業主婦っていうのが引っかかるけど。まあ、カンナさんもさ、いろいろ大変だと思うけどさ、仕事も覚えられないと思うけど、頑張ってね。なんだろう、めちゃくちゃ腹立つ。じゃ、日帰り温泉旅行は楽しもうね。バイバーイ。はい、さようなら。クミさんは私がパートを始めたことを知って、なんだか私を見下す LINE を送ってきやがったのです。それにパート先の旦那さんもバカにして、どんな夫婦だよ。それから数日が経ち、私は普通に会社に出社。少し早めに出社した私は衝撃の光景を見てしまい、そして追撃のようにクミさんから LINE が来て、カンナさん、ヤッホー。ああ、クミさん。何そのああって。あ、もしかして気づいちゃった感じかな。え、気づいたって何を。あ、クミさんも実はもしかして。実は私と早川さん、高橋さんの3人今静岡に向かってます。え、静岡。そう、日帰り温泉旅行に出発してるの。は、待ってよ、それは来月の日曜でしょ。いやー、カンナさんがパートしてるって知って一緒に行きたくないなーって思っちゃってね。はぁ、一緒に行きたくない。なんで。だってカンナさん貧乏だからパートしてるんでしょ。私たちセレブ専業主婦はそんな貧乏人なカンナさんと一緒にいるの恥ずかしいから。いや、だから貧乏だから始めたわけじゃないって。予約してた温泉も今日に変更できたし、みんなでカンナさんの分も堪能してくるね。カンナさんは家のお風呂にでも使ってて。あっは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 。てめえは私を怒らせた。とか言っちゃって。今日はカンナさん何にもできないでしょ。いや、てめえらの旅行を台無しにできるけど。は？何よ、どういうこと。クミさん、あんたの旦那浮気してるよ。え？は？いや、ちょっと何言ってんの。今日旦那さん朝早く出社しなかった？え？っていうか、うちの旦那は毎朝誰よりも早く出社して意識高めてるって言ってたけど。うわ、毎日かよ。どんだけお盛んなんだよ。は？どういうこと？旦那さん朝早く出社して可愛い系の事務員と部署でイチャイチャしまくってた。はー！一体どんな意識を高めてるんでしょうね。浮気ワングランプリならいいところまでいけるよ。
ふざけたこと言わないでよ。うちの旦那がそんなことするわけないじゃん。証拠写真だって撮ってないでしょ。ああ、映像ならあるよ。ああ、もしかしてカンナさん盗撮したの？最低。いや、そんなことするわけないじゃん。映像っていうのは防犯カメラのこと。防犯カメラ？実は先輩の事務員さんに教えてもらったんだけど、昨日の夕方に防犯カメラを設置したみたいでね。旦那はそのカメラの存在は知らないの？昨日旦那さんは午後休でいなかったし、浮気相手の事務員も昨日は有給取ってたみたいだから、二人とも知らないんじゃないかな。待って、私旦那が午後休取ったなんて聞いてないんだけど。はあ、浮気相手も有給取ってるし、もしかして嘘でしょ。もし久美さんが普通の人だったら、浮気されて本当にかわいそうだと思うんだけど、私をパートの貧乏人って決めつけて旅行からはぶったから、正直何とも思わねえや。ちょ、なんてこと言うのよ。そっちだってひどいこと言ったでしょ。ま、私は後日家族で楽しく温泉に行くとして、そっちはそっちで楽しんできてね。楽しめるわけないでしょ。てか家族で楽しくとかうざい。ふざけんな、こにゃら。それから私は浮気中の二人を見て呆れていたのですが、なんとその日は偶然にも防災訓練の日で、他の社員も早めに出社。そのため浮気の光景は部長をはじめ多くの社員に見られて、二人はその日社長から大説教を受けたそう。久美さんの旦那さんは課長から降格、事務員も他の経理部に移動。そして肝心の久美さんは旅行中にテンションだだ下がり、他のママ友2人に八つ当たりしたそうで、最悪な一日になったみたい。その後久美さんは旦那さんと離婚することになったそうですが、離婚の慰謝料や養育費をちゃんと払ってもらえず、弁護士に相談したりと忙しい毎日を送り、精神的にも肉体的にも疲弊しているそう。他のママ友2人は久美さんと喧嘩したことで私の方にすり寄ってきたのですが、その2人もはぶったも同然なので、ふざけんなと言って追い返してやりました。しばらくして私は愛する旦那と小学生の娘の3人で仲良く楽しくみんなで温泉旅行へと出かけました。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。